カンパニーの重要指名手配犯。カメリさんには悪いけど、そいつが必ずしも悪人とは限らない気がする。先週同盟も彼を指名手配してないし、それどころか演武典礼への出場も認めてるからな。もちろん悪人だったとしても恐れたりはしねえ。この鉄拳はそいつらを裁くために作られたんだからな。ルカ、ブートヒルと戦う準備は整ったか？さーて、カンパニーの重要指名手配犯の顔を拝みに行くとするか。注目を集めるルカ選手がまたしても激戦に挑む。青コーナーは注目の的となっているベロブルグのボクシングチャンピオン、鉄腕のルカ。一方赤コーナーはなんとスターピースカンパニーに記録されている重要指名手配犯、巡回レンジャーブートヒル。頑張ってくれルカ選手、奴を倒した後は私に引き渡すんだ。賞金を山分けしようじゃないか。おい、そこのラブリーなやつ、いつかシチューにしてやっからな。おお、ブラザー、ホーリーベイビー、まさかこんなところで会えるとはな。あんたも出場してんのか。言ってくれんじゃねえか。本当は俺に撃たれるのが怖いんだろうが。お前らそんなに親しかったのか。別に親しいわけじゃねえよ。まあせいぜい命を懸けた間柄ってとこだ。だからといってあんたに手加減するつもりはねえからな。望むところだ。俺だって手加減しない。ベイビー、これはマジの忠告だ。危険しな。あんたじゃ俺の相手になんねえ。まだ試合は始まってすらいねえのに、なんで俺が勝てないってわかるんだ。俺の鉄拳はお前の銃弾に負けないくらい速いぞ。俺らの目指してるもんがちげえからだよ。あんたは勝利、そして名誉のためにここに来てんだろうが、俺は復讐のためにここにいる。名誉なんてもんは俺にとっちゃ何の価値もねえからな。それとあんたのキューティー鉄拳の話はもう聞きたくねえから、それ以上口にすんなよ。カンパニーのもんなんざ見てるだけでヘドが出る。待っとけ、後で感想してやっかんな。俺は銀河中のニュースで
カンパニーの重要指名手配犯が演武天礼で最も輝かしいスターになって人気を博し、商談のために先週へ来たカンパニーの犬どもの面目を潰したって報じられてんだ。ブートヒル、あんたとカンパニーとの間にどんな確執があるかなんて知らねえが、俺らに違いはないはずだぜ。結局はどっちも銀河中の注目を集めたいと思ってんだからな。わかったわかった、あんたと言い争う気はねえよ。そこまで俺の銃弾を食らいたいってんなら拒む理由はねえよな。ここに来る前に定休の使命に6つの吉兆をもらったんだ。こうしねえか、今から6発撃つ、それが全部ジャムったらあんたの勝ちだ。だがそうじゃねえ時はこのリングの床掃除すんのが大変になんだろうな。おいブートヒル、これはあくまでただの手合わせなんだぜ。寸止めすればいいじゃねえか。命を懸けてまで戦う必要は。このウーボ、他の奴は遊びかもしれねえが俺はちげえぜ。俺は命を懸けて戦う。あんたにその覚悟がねえってんならさっさと失せな。俺は、ほらこの銃口を見な、こっちに来て俺を殴ってみろよ。あんたにできればの話だな。俺はルカと話してんだ、あいつに自分で答えさせろ。ルカ来いよ、俺を殴ってみろ。あんたにやれんのか。なんとか言ってみやがれ。この野郎、ブートヒル、お前を倒してやる。
移ろいゆく皆そこで深淵を迎える。移ろいゆく泡、皆そこで深淵を迎える。ダイナスタ、素晴らしい時、さようなら。移ろいゆく泡、皆そこで深淵を迎える。素晴らしい時は、さようなら。ダイナスタ、皆そこで深淵を迎える。素晴らしい時は、さようなら。ダイナスタ、皆そこで深淵を迎える。素晴らしい時、さようなら。
ておいて。知識は尺と真理を探り誤謬を混雑する。ゆっくり移ろい、皆そこで深淵を迎える。出て、素晴らしい時、さようなら。マイナスだ。落ち着いて。アッキは俺様だけで十分だ。知りたいの？最悪の力。僕が質問する。出て。
ルカが心配だ。急いで様子を見に控室へ戻ろう。気がしたんだ。ルカ選手、いや、単にこれは俺の実力不足だ。ブートヒルが悪いわけじゃねえ。俺みたいな世間知らずの田舎者はそもそもこんな大会に出場するべきじゃなかった。レベルが違いすぎる。落ち込まないでください、ルカ選手。覚えていますか、演武天霊には人気復活制度があります。今銀河中の観客があなたのファンになっているのです。きっと彼らがあなたを選んでくれますよ。人気復活制度、どうせみんな俺の集大を見たいだけさ。どうやられて無様に逃げ出すかをな。ごめん、ジェパードさん、ブローニャ様。俺はただの役立たずだ。ですが、悪い、少し一人にしてくれねえか。頬と尻尾も強報官に来ているらしい。彼らに会いに行くか。
誤尾を混雑。記憶に移ろいゆく泡、皆そこで深淵を迎える。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。マイナスだ。回答を楽しみにしているぜ。巡り合わせは良くない。立ちなさい。存在とは感知される。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。記憶に移ろいゆく泡、皆そこで深淵を迎える。存在と感知される。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。さようなら。マイナスだ。皆そこで深淵を迎える。落ち着いて。来ないで。あっちは俺様だけで十分だ。移ろ、皆そこで深淵を迎える。存在と知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。やれる。僕が質問する。マイナスだ。知識は尺と真理を探り、誤謬を混雑。記憶に移ろいゆく、皆そこで深淵を迎える。マイナスだ。素晴らしい時、さようなら。Thank you.
皆そこで深淵を迎える。マイナスだ。素晴らしい。さようなら。みなそこで深淵を迎える。マイナスだ。素晴らしい。さようなら。出て。定められた奇跡。協調よ。深淵を迎える。出て。素晴らしい。さようなら。マイナスだ。
ち着いて。全員死刑。なんだが、お前今コーチをしてるらしいじゃねえか。本当にいろいろと首を突っ込むのが好きだよな。で、そこで思ったんだ。フォフォもお前に鍛えてもらって演武天霊に出場したらいいんじゃねえかってな。その方がホラー映画を見るよりよっぽど度胸を鍛えられるだろう。確かルカって言ったか。あいつは敗退したところだろう。フォフォの面倒を見てもらうならこれ以上ないタイミングだよな。そうだ。ルカさんは大丈夫？ニュースで退場するのを見たとき、立っているのもやっとみたいだった。でもルカさんはとっても人気があるから、きっと人気復活制度で試合に復帰できると思う。このまま彼を応援してあげて。まったく、何が応援してあげてだ。お前はただ話をそらして演武天霊に出たくないだけだろ。なっちまったのか。合格だと？それはただの言い訳だな。
ちょっと負けたくらいで試合を諦めるってのか。豪快豪快、ついに俺様たちのフォフォよりもヘタレの臆病者が見つかったぞ。出たくない理由だってか。なあ小僧、そいつは諦めたんだろ。だったらホフォを鍛えてやってくれ。そんなくだらねえ奴はもう気にすんな。あの、幻覚のことなんだけど、全く何もできないってわけでもなくて、心理的な問題を解決するのが得意で、心優しい西洋が手伝ってくれたらの話なんだけど。便利な何かとでも思ってねえか。まあいい、次からは金を取るからな。ありがとう、しっぽ様。言い殴ってやろうか。で、そのルカは今どこにいるんだ。奴に合わせな。仕事のついでに試合を見ようと思っていたのに。俺のファンか。
んなところを見せちまってごめん。失望したよな。ルカ選手は本当に落ち込んでいて、何に対してもやる気が起きないようです。美味しいものを食べて元気になってもらおうと思って焼肉を1キロ注文したのですが、気を落としたまま全部平らげてしまいました。これが噂の恨みを晴らすような食べ方ってやつか。ルカさん、実は私たちあなたの憂鬱な気持ちを晴らして幻覚症状を治療するための専門家として七し人さんに連れてきてもらったんだ。価値は余計だろ。そんなすごいことができるのは俺様だけだ。みんな、俺はもう危険したんだ。こんな役立たずのために時間やお金を無駄にしないでくれ。もう我慢できねえ。こいつのうじうじした態度には吐き気がする。さっさとやらせてくれ。次からは本当に金を取るからな。尻尾？どうして急にそんな近づいてくるんだ。寒い。なんだこれ、体が震えるほど寒いぞ。ルカに自信を取り戻させるには、こいつの自信を打ち砕いた原因を見つけて、それを取り除く必要があるが。たくめんどくせえ。さっさと片付けろとするか。また俺の試合を見に来たのか。うん、ルカお兄ちゃん本当にすごいね。大きな男の人が3人も出てきた時は怖かったけど、みんな倒しちゃうんだもん。いつか私もルカお兄ちゃんみたいに強くなりたい。もちろんなれるさ。ちゃんとご飯を食べて、しっかり寝て、体を鍛えれば、マギーはきっと俺よりも強くなれる。そんで、リング上で俺を簡単に倒してこう叫ぶんだ。ハンマータウン出身のヒーロー、無敵のボルダータウンのチャンピオンは、世界の弱を根絶やしにするってな。ダメだよ、ルカお兄ちゃん。それは悪人を倒した時のセリフでしょ。そうだったな。ほら、もう遅いから早く家に帰って寝るんだ。早寝早起きしないと背が伸びないぞ。ねえ、ルカお兄ちゃん、もしかしたら次の試合見に行けないかも。そうなのか。でも大丈夫だ。お前が来られなくても応援してくれてるってことは分かってるからな。でも次の次の試合には来てくれよ。その試合は弾頭の歌手
コルジョニと戦うんだ。絶対に見逃せないだろう。あのね、多分次の次の試合もこれからしばらく見に行けないかもしれないの。え、何かあったのか。いつか私もルカお兄ちゃんみたいに強くなりたいな。マギー、どこに行ったんだ。マギー、マギー、なんでいなくなっちまったんだ。まだマギーが強くなった姿俺見れてねえのに。ルカ、あの小娘は誰なんだ。あの子はマギーって言って俺のファンだった子だ。マギーはいつも試合を見に来てくれて、だんだん仲良くなって話もするようになった。だが俺は彼女のことをあんまり知らなかったんだ。かなり後になって聞いたことなんだが、マギーはその時すでに重い病気にかかってて、病魔と戦ってたんだ。だが下層部はすごく貧しいってこともあってな、医者がどんなに手を尽くしても彼女を救うことはできなかった。まあそう、残念だったな、ルカ。お前は俺が生まれた場所についてよく知らないだろうな。子供の頃みんな生活がすげえ苦しくて、毎日誰かが死にかけてたんだ。まあその残念だったな、ルカ。怪物に殺された人、盗賊に殺された人、たくさんの犠牲を見てきた。その時思ったんだ、俺らは弱すぎるって。少なくとも俺がもっと強くなれば、奴らを倒して生き延びることができるだろう。それから俺は着実に強くなって、下層部のボクシングチャンピオンにまでなった。それでその時の俺はこう思ってたんだ。拳を振るえば誰も俺には勝てねえ。俺は下層部全ての子供たちの手本になるんだってな。恐ろしい敵を前にしようが、戦えば必ず勝てる。みんなにそう伝えることができると思ったんだ。だがマギーに勝利の知らせを伝えようとした時、あの子の父親からマギーがこの世を去ったことを聞かされた。マギーはあんな小さな体でずっと病気と戦ってたんだ。そうだ、だったらその戦いには勝たなきゃなんねえだろう。だが俺は分かったんだ。結局のところ人生には勝てない戦いがたくさんあって、負けられねえ戦いだったとしても負けることがあるってことをな。ブートヒルと戦った時もそうだった。自分自身も騙してた。あいつらに顔向けてきて。
やれやれ、こいつは問題から逃げてるようだな。追いかけて見てみようじゃねえか。このウーノ、他のやつは遊びかもしれねえが、俺は違えぞ。俺は命を懸けて戦う。あんたにその覚悟がねえってんなら、さっさと失せな。ほら、この銃口を見な。こっちに来て俺を殴ってみろよ。あんたにできればの話だがな。ルカ、来いよ。俺を殴ってみろ。あんたにやれんのか。やろう、ブートヒル、お前を倒してやる。ホーリーウーボー、威勢いいじゃねえか。銃弾に目はついてねえからよ。何があっても俺を恨むなよ。負けたとはいえ、お前はなかなかだったと思うぞ。銃口を前にして真正面から拳を振るう勇気なんぞ誰にでもあるもんじゃねえ。他にどうしようもなかっただけだ。背を向けて逃げる、降参する、そんなの前に出て一発食らわせるのと何が違うってんだ。あの時俺の命は自分の手の中にはなかった。わかるか、奴が俺を殺そうと思えば簡単にやれたんだ。言ってみればブートヒルに見逃してもらったようなもんだ。俺はこういう感覚が嫌いだ。自分が無力のせいで他人に支配されて、どんなにあがこうともバカらしく感じてしまうこの感覚が。マギーが病気と戦ってた時もきっとこんな感じだったんじゃねえかな。アホ、この宇宙で支配されてないなんてものがあると思うか。俺様たち西洋の祖先だって炉の中に閉じ込められて、なんならアイオーンたちでさえ運命の道を歩まなきゃいけねえ。自由だ、自由ってのがそんなに大事なのか。また逃げたんだ。まあいい、もうすぐあいつの心の深層に入れそうだしな。そこにあいつの自信を失わせた悪夢が隠れてるはずだ。逃げろ逃げろ、早く逃げろバカ。お前じゃ勝てない、死ぬぞ。早く逃げろバカ。お前じゃ勝てない、死ぬぞ。早く逃げろ、逃げるんだ、命がけで逃げろ。お前じゃ勝てない、さっさとベロブルグに帰れ。お前の実力じゃ無理だ、死ぬぞ。まだベロブルグのヒーローになりたいと思ってるのか。バカだな、勝てるはずないだろう。逃げろ、死ぬのが怖くないのか。おい、そこのクソ野郎ども、ここでそんなくだらねえこと言ってんじゃねえよ。
とっとと失せやがれ。お前は誰だ。ここのやつじゃないな。ここにいていい存在じゃない。お前は異物だ。異物は排除してやる。俺様を排除するだ。笑わせんな。それはこっちのセリフだぜ。一騎打ちしましょうか。恐れず、ひるまず、よーい。くだらない。ほん。右足でもといに。すべて刈り尽くす。上昇、腐敗、大将は定まった。答えてみろ。ほとんど自滅じゃない。聞けば見逃す。月光を剣とする。怖いよ。逃げんな。みんなを守って。ありがとう。ちゃんと自分も守って迷いはない。よーい。よくも。サクッと手合わせした。片足で待っている。怪盗を楽しみに。遅い。すべて上昇、腐敗。大将は定まった。雑音は取り除いてやったぞ。しっかりしやがれ。雑音。ジェパードさん、ベロブルグの軍人なんだけど、その人も俺に似たようなことを話してたな。心の声というのは本来とても騒がしいものだ。安全で快適な場所なら特に。だからこそ心の中にある重要な声は苦痛や不安、危険が伴う状況でしか聞こえてこない。ブートヒルの銃口の前に立った時、ジェパードさんが言ってた通りだって分かったんだ。俺の心が静まり返る中、一つの声だけがずっと叫び続けてた。その声はだんだん大きくなって、周りの全てを覆っちまった。その声は、逃げろ逃げろ逃げろ、早く逃げないと死ぬぞって言ってたんだ。それが俺が危険にさらされた時、心の奥底から聞こえてきた真実の声だ。これは自分で思ってるほど俺は強くねってことを意味してんのかもな。じゃあその心の声が逃げろって言ったんなら、どうして立ち向かってったんだ。実はその時うっすらとだけど聞こえてきた声もあったんだ。ほとんど聞こえないほど弱々しいものだったが、それでもきりと俺の耳に届いた。今逃げんならこのまま死んだ方がマシだって声が。
で立ち向かったんだから、お前はよくやったんじゃねえのか。でもな、負けちまったんだよ、尻尾。その重要な声に耳を傾けた結果、俺は惨めに負けちまった。たとえ復活できたとしても、また負けるに決まってる。今日負けなくても明日負ける。どんなに強くなったっていずれは負けんだ。笑わせてくれるぜ。何をくだらねえこと言ってんだ。お前たち人間は静寂だ。もちろん採用もな。だがそんなことはどうだっていい。重要なのは人生ってのは敗北が付きまとうリングだってことだ。老いや病気も欲しいもんが手に入らねえこともどれも一発でお前をぶちのめしてくる。そして死はとどめをぶちかましてきてお前を、いやお前の家族や友人をメソメソと泣かせるんだ。どうあがいても惨敗しかねえんだったら一体どうすれば勝ちになるんだ。そんなこと他人に聞いてどうすんだ。それはお前が自分で決めることだろうが。俺にはわかんねえ。本当に救いようのねえバカだなお前は。一つ質問するからよく考えて答えろ。実はずっと病気と戦い続けたが結局勝てなかった。小娘を負けたと思うか。マギーは、ほう。だがあの子は必死にやるべきことを全部やったんだ。病魔に対してひるむことなく拳を振るい続けた。一発また一発ってよ。マギーこそ最高のボクサーだ。俺の心の中でマギーは勝った。見事な KO 勝ちを決めたんだ。よく分かってんじゃねえか。確かにリング上では勝ち負けの基準がある。だが人生においてそれを決めるのは他でもねえ俺様たち自身だぜ。ルカ、大事なのはいつだって次の一撃を放すことだ。大事なのはいつだって次の一撃を放つこと。ああ、ありがとう尻尾。やめろやめろ。俺様は他人から感謝されるのが苦手なんだ。気合が入ったんだったらしっかり復活戦で戦ってきやがれ。相棒、悪かった。簡単に諦めるべきじゃなかったぜ。ルカ選手、急にどうされたんですか。決めた。復活戦に出て演武天霊のリングに戻る。ルカ選手、安心しましたよ。やっと元気を取り戻してくれたんですね。あんなに落ち込んでいるところを見てたら
こっちまで辛くなっちゃう。なんて薄情なコーチなんだ。それにしてもさっきは何が起こったのでしょうか。緑の光が現れたと思いきや、突然ルカ選手が元気になりましたが、治療にしては時間もあまりかかってませんし、ラフに来てから変なもんをたくさん見てるせいか、尻尾の力を見ても特に驚かなかったぜ。ところで復活戦は人気度によって出場枠がもらえるんですよね。今のルカ選手に出場資格はあるのでしょうか。ちょっと確認してみる。ところに名前があった。そうそう、どうやらまた忙しくなるようだな。残念だぜ。フォフォリングに立たせてボコボコにする計画はしばらくお預けのようだな。もう絞ってば。そんじゃ俺様たちはこれでおさらばするぜ。ありがとな、二人とも。今度は俺の試合を見に来てくれ。二人に恥じねえ戦いをするから。ありがとな、二人とも。今度は俺の試合を見に来てくれ。二人に恥じねえ戦いをするから。ありがとな、二人とも。ここまでで十分だ。お前はさっさと戻って仕事をしろ。秘密にするのって本当に辛いよ。もう言っちゃってもいい？今回尻尾があなたに会おうとしたのは。おいお前。
尻尾、ルカさんの戦いを見るのが好きだったからなの。この小娘、その程度の秘密も守れなくて何が反感だ。もういい、帰った後のことを楽しみにしとくんだな。まあとにかく聞いての通りだ。だからお前はしっかりとコーチして、あの小僧をちゃんと勝たせるんだぞ。分かったか。俺様は真面目に言ってんだ。おお、行くぞ。じゃあな。フォと尻尾も帰ったし、俺も控室に戻って復活戦の準備をするか。復活戦出場の資格を手に入れたからには、このチャンスをしっかり生かさねえとな。みんなからの応援を裏切るわけにはいかねえぜ。もっと俺を信じてくれ。それに万が一負けるようなことがあっても、前みたいな状態で運ばれるんじゃなくて正々堂々と散ってくるぜ。だがこの復活戦の試合形式がどんなもんなのかまだよく分かってねえんだよな。聞くところによると、過去の演武天霊での復活戦は人気のある敗者同士で乱戦を繰り広げ、最後まで残った一人が試合に復帰できるという形式だったそうです。ですがケイゲン将軍は選手たちにもっと多くのチャンスを与えるのと、武芸者同士の戦いの美しさを表現したいということで試合形式を変更したらしいんですよ。ラフは復活選手をジャッジする審判として、とても評判が高く美徳で知られている選手を招いたそうです。準備の騎士はご存知ですか？請求列車の人脈は本当にすげえな。演武天霊に参加してるだけでお前と仲がいい友人にたくさん出会えるぜ。ルカ選手が勇敢に戦う姿はきっとその騎士にも美を感じさせることができるはずです。私はあなたの勝利を心から祈ってますよ。ありがとな、カメリさん。見ててくれ、絶対勝ってみせるぜ。戦ってる姿は美しいのか。まあ自分が戦ってる姿を見ることなんてできねえからな。その準備の騎士は俺のことを認めてくれっかな。準備の騎士団って美学に厳しい組織みたいな名前だけど。あれこれ考えても仕方ねえ、ルカ。マギーのことを思い出せ。重要なのはいつだって次の一撃を放つことだ。どうだ、ルカの美学を見せつける準備はできたか。
ああ、準備できたぜ。必ず勝って復活してみせるさ。ルカさんなら大丈夫ですよ。準備の騎士アルジェンティに挑戦する選手は人気急上昇中のヒーローボーイ、鉄腕のルカ。ルカ選手、銀河中が君の帰還を待ち望んでいる。君はみんなに愛されているんだ。僕もとても驚いています。異なる世界で起きる様々な出来事の中で、なぜかいつもあなたとお会いすることを。僕たちの歩んでいる道は違えど、目的地は同じなのでしょう。だからこそ、どこかで交わることは避けられないのだと思います。ああ、友よ。本当はもっとお話がしたいのですが、気のない態度を取らざるを得ないことをどうかお許しください。今日の主役はあなたではなく、ルカさんなのですから。ああ、はじめまして。アルジェンティだよな。名前は前もって、その、実力も相当あるって聞いてるぜ。まあ、俺も強いけどな。僕は初めてではありませんよ。何しろあなたとブートヒルさんが対戦された時、あの場にいましたから。恥ずかしいところを見せちまったみてえだな。だがそれで俺を舐めてもらっちゃ困るぜ。いいえ、まさか。あなたが果敢にも一歩前に踏み出し、実力差のある相手にも臆することなく立ち向かい、拳を振るう姿はあまりに美しく、僕はずっと涙をこらえていました。そんなこと言われるとこっちが恥ずかしくなるな。あんなひでえ負け方をしたんだ。ちっとも美しくなんかねえだろ。それは違いますよ、ルカさん。どうやらあなたの考えを正さなくてはいけないようですね。イドリラ様の教えに、勝者が敗者よりも美しいのような、そんな歪んだ道理はありませんから。ブートヒルさんは脅そうとしただけでしたが、その時のあなたはそのことを知りませんでした。しかしそれでもあなたは死を覚悟しながらも誇り、名誉、そして故郷のために彼に向かって拳を繰り出しました。僕からしてみれば、それほどまでに戦いの美学を体現したものはありません。ただあなたのことを高く評価しているとはいえ、演武天礼のルールに従い、僕たちは一戦交えないといけません。もちろん構わねえ。アルジェンティの期待を裏切らねえ戦いをするぜ。では試練を始めましょう。ルカさん、準備はよろしいですか？戦はね、しっかりしなさい。ルカさん、僕と一曲踊りましょう。準備のロンド。
けば見逃そう。します。あの光と再会するも空にある美しさを守り抜く小賢しい教育の時間を契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。これも試練。準備は口なり。何かを得たら何かを捨てるのよ。まだ苦しみたいな。これもしみんなを守って。また足りない。あの角度からパンチを放て。アッキは俺様の中で十分だ。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。歓喜へ捧げる。アルゼンチン、この技はどうだ。ルカ選手が形勢を逆転させた。強すぎる。これは後戻りはできないわ。悪いかは誰かしら。全力で来い。つまらないわ。逃げられぬぞ。空にある美しさを守り抜く。始めましょう。全力で来い。施しがあれば請求もある。まだ苦しみ足りない。役目を果たします。準備は口なし。これも試練。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。これでもう後戻りはできないわ。この月下で全てを照らさん。本当に素晴らしい試合です。では次はルカさん、僕と一曲奏でましょう。準備の参加。相手の勢いは凄まじい。負けるな、ルカ選手。バラに近いよ。消え去れ。最後のチャンスをしっかりと掴んでください。ルカ選手はうまく反撃ができないようだ。さあどうする。小賢しい。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。悪いかは誰かしら。アッキは俺様の中で十分だ。戦前の礼を全力で来い。役目を果たします。この月下で全てを照らさん。落ち着けルカ。お前の底力をアルジェンティに見せてやれ。この月下で全てを照らさん。これも試練。月光を剣に解く。来ないで。アッキは俺様の中で十分だ。これも試練。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。まだ苦しみ足りない。契約成立ね。これでもう後
再会するまで空にある美しさを守り抜く。悪い子は誰かしら。空にある美しさを守り抜く。ルールに入り小賢しい。この体に治療はいらぬ。始めましょう。全力で来い。止まらないだろう。この月下で全てを照らさん。バラに契約している。これでもう後戻りはできないわ。悪いかもだ。俺も死ぬ。守り抜く。彼女を捧げる。契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。これも試練。準備は朽ちない。ケイカの底。みんなを守って。恩に決まず消え去れ。よくやりましたね、ルカさん。素晴らしい。やはり僕の目に狂いはなかったのですね。あなたの技術、知恵、勇気はいずれも武人としての準備が宿っています。アルジェンティがルカ選手の美を認めた。これが意味するところは、鉄腕のルカが演武天礼に戻ってくるということだ。ルカ選手のファンはどこだ。君たちの歓声を聞かせてくれ。3、2、1。認めてくれて本当に感激してるよ、アルジェンティ。いいえ、僕はただ選手の方から与えられた権限であなたが再びリングに上がることを許可したまでです。あなたは僕に認められる必要などありませんし、誰かに認められる必要もないのです。アルジェンティの言葉は哲学的すぎて俺にはちょっと理解できねえな。構いませんよ。ですが一つ覚えておいてください。あなたはもはや戦いの美の化身です。これは劣気とした事実であり、勝敗や他人の評価によって覆えることはありません。心に留めておく。そんで帰ってからもう一度じっくり考えてみるぜ。ああ、それと演武天礼にはもう一人鉄腕を使う選手がいるそうです。もしあなたたちが出会い対戦することになれば、それはきっととても美しい舞となることでしょう。もう一人の鉄腕？どの選手だ？それでは失礼いたしますね、ルカさん。
も復元したのか。だったら早く見に行ってみるか。今度こそイゴールが泉州に来た理由が分かるといいけどな。重要なお客様ね。しっかりしな。戦前の礼を。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。怖いよ。逃げんな。恩に来なさい。始めましょう。バラに誓いを。空にある美しさを守り抜く。ルール違反よ。フッ、これでもう後戻りはできないわ。悪い子は誰かしら。空にある美しさを守り抜く。逃げられぬぞ。これも試練。消え去れ。小賢しい。あの光と空にある美しさを守り抜く。まだ苦しむ。これも試練。始めましょう。借りができたわね。善を抱きましょう。この月下で全てを照らさん。来ないでだ。悪鬼は俺様だけで十分だ。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。
試練。この相手が悪鬼は俺様だけで十分だ。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。感激捧げる。契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないね。これも試練。始めましょう。しっかりしな。死ぬがいい。懺悔しなさい。戦前の礼を。空にある美しさを守り抜く。悪いかもダメかしら。忠誠を誓います。始めましょう。準備は口なし。教育の時間。これも試練。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。ルール違反よ。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。小賢しい。これも試練。逃げられぬぞ。これも試練。懺悔しなさい。戦前の礼を。まだ苦しみ。これも死ぬ。消え去れ。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。小賢しい。悪いかも誰かしら。始めましょう。この月下で全てを照らさん。これも試練。悪鬼は俺様だけで十分だ。あの光と再会する。空にある美しさを守り抜く。教育の時間を取るに足らぬ。準備は口なし。あの光と再会す。空にある美しさを守り抜く。ルール違反よ。この月下で全てを照らさん。空にある美しさを守り抜く。感謝に捧げる。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。有言実行。全力で来い。戦前の礼を。また足手まといに。みんなを守って。恩に来ます。役目を果たします。消え去れ。悪いかもだ。これも試練。あの光と幸。空にある美しさを守り抜く。小賢しい。全力で来い。始めましょう。逃げられぬぞ。この相手
再会するまで空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。まだ苦しみたいな。契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。治療はいらぬ。悪い子は誰かしら。重要なお客様ね。小賢しい。戦前の礼を。あの光と最空にある美しさを守り抜く。空にある美しさを守り抜く。始めましょう。しっかりしな。消え去れ。空にある美しさを守り抜く。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみたいな。戦前の礼を聞けば見逃そう。トン月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。空にある美しさを守り抜く。悪いかもだ。俺の死。この月下で全てを照らさん。この間だ。悪鬼は俺様だけで十分だ。あの光と空にある美しさを守り抜く。契約せい。これでもう後戻りはできないわ。やれるのね。恩に決めさ。逃げられぬぞ。懺悔しなさい。始めましょう。この月下で
ましょう。消え去れ。ルール違反。あの光と最空にある美しさを守り抜く。有言実行。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。悪い子は誰かしら。これも試練。忠誠を誓います。戦前の礼を。バラに誓いを。準備は口ない。あの光と最空にある美しさを守り抜く。まだ苦しみたいな。これも試練。空にある美しさを守り抜く。教育の時間。善を抱きましょう。消え去れ。ルール違反に。これも試練。この月下で全てを照らさん。空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。これも試練。恩に来なさい。これも試練。準備は朽ちない。施しないわ。また足手まといみんなを守って。この体に治療はいらぬ。重要なお客様ね。しっかりしな。あの光と最下空にある美しさを守り抜く。始めましょう。バラに誓いは。消え去れ。また足手まといに。恩に来なさい。戦前の礼を。重要なお客様ね。有言実行。取るに足りませんね。始めましょう。あの光と最下空にある美しさを守り抜く。準備は朽ちない。あの光と最
空にある美しさを守り抜く。教育の時間は。これも知る。これでもう後戻りはできないわ。小賢しい。アッキは俺様だけで十分だ。戦前の礼を楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレインファントム消え去れ。あの光と空にある美しさを守り抜く。小賢しい。悪い子は誰かしら。これも試練。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレインファントム。このだ。アッキは俺様だけで十分だ。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。やれるよね。本に来ます。役目を果たします。準備は口ない。施しがあれば消え去れ。まだ苦しむ天皇。忠誠を誓い申す。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。小賢しい。始めましょう。空にある美しさを守り抜く。小賢しい。悪い子は誰かしら。何かを得たら何かを捨てるのよ。しっかりしな。やるわね。忠誠を誓い申す。始めましょう。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。小賢しい。準備は口ない。教育の時間は。これも試練。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないわ。鬱陶しいわね。やっ、楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレインファントム。
しなさい。戦前の礼を。約あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。悪い子はダメかしら。重要なお客様、あの光と空にある美しさを守り抜く。しっかりしなさい。はじめましょう。バラに近いよ。準備は口なし。うっとうしいわね。聞けば見逃そう。これもしっ戦前の礼を。消え去れ。あの光と空にある美しさを守り抜く。高座かし教育の時間を。高座かし契約制。これでもう後戻りはできないわ。始めましょう。
これも役目を果たします。準備は口なり。悪い子はダメかしら。あの光と空にある美しさを守り抜く。小賢しい。やるわね。鬱陶しいわね。戦前の礼を。この月下で全てを照らさん。空にある美しさを守り抜く。これも彼女に捧げる。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しむ。これも知れ。死ぬがいい。これも知れ。バラに誓いを。消え去れ。これも知れ。懺悔しなきゃ。始めましょう。やるわね。準備は口なり。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。悪いかもダメかしら。この月下で全てを照らさん。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スターレイファントム。契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないわ。施しがあれば請求もあるわ。しっかりしな。逃げられぬぞ。忠誠を誓います。戦前の礼を。やるね。重要なお客様ね。有言実行。あの光と空にある美しさを守り抜く。小賢しい。始めましょう。バラに誓いを。消え去れ。あの光と空にある美しさを守り抜く。ルール違反。上昇腐敗。大将は定まった。小賢しい。これも試練。これでもう後戻りはできないわ。小賢し。戦前の礼を。準備は口なり。あの光と空にある美しさを守り抜く。小賢し。悪い子はダメかしら。これも試練。すべて仮上昇腐敗。上昇腐敗。大将は定まった。悪鬼は俺様だけで十分だ。あの光と再会する。空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。
これでもう後戻りはできないわ。忠誠を誓います。始めましょう。戦前の礼を。役目を果たします。消え去れ。まだ苦しむ気になるよ。弱い。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。これも試練。爪も牙も鈍ったの。借り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。始めましょう。アッキは俺様だけで十分だ。あの光と再会する。空にある美しさを守り抜く。小賢しい。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しむ。これも知れない。全て借り尽くす。腐敗。はっ。大将は定まった。全て借り尽くす。上昇腐敗。はっ。大将は定まった。アッキは俺様だけで十分だ。試練。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。覚悟だけ捧げる。悪いかも。これも試練。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。小賢しい。消え去れ。まだ苦しむ気になるの。牙も鈍ったの。恐れず切れます。よーい。忠誠を誓います。戦前の礼を。あの光と再空にある美しさを守り抜く。悪い子は誰かしら。準備は朽ちない。全て借り尽くす。上昇腐敗。はっ。やっ。大将は定まった。あの光と再会。空にある美しさを守り抜く。これでも後戻りはできないわ。
だ自滅じゃない。すべて狩りつく上昇腐敗。大将は定まった。すべて狩りつく上昇腐敗。大将は定まった。空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。契約せよ。これでもう後戻りはできないわ。みんなを守って。恩に来ます。全力で来い。始めましょう。役目を果たします。準備は口ない。まだ苦しみ。これも試練。再開する。空にある美しさを守り抜く。小賢しい。悪い子も断固しい。小賢しい。サクッと手合わせしてみない？迷いはない。全力で来い。戦前の礼を。すべて狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。消え去れ。ルール違反。できたの。これも知る。来ないで。悪鬼は俺様だけで十分だ。あの光と再会するまで空にある美しさを守り抜く。小賢しい。すべて狩り尽くす。上昇腐敗。大将は空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。教育の時間。契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りない。すべて狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。役目を果たします。遅い。何かを得たら何かを捨てるのよ。全力で来い。戦前の礼を。あの光と再会する。空にある美しさを守り抜く。悪い子も断固しろ。これも試練。すべて狩り尽くす。上昇腐敗。やっは。大将は定まった。空にある美しさを守り抜く。ルール違反よ。サクッと手合わせしてみない？恐れず、ひるまず。これも試練。全力で来い。
始めましょう。両足でまといに。これでもう後戻りはできないわ。まだ苦しみ足りないわ。欲望はチャンスを生み出す。全て狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。全て狩り尽く。上昇腐敗。空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。契約成立ね。これでもう後戻りはできないわ。修行した成果見せてあげるね。ルカが来たよ。できるだけ頑張ってはみたんだけど、この玉鳥は損傷が激しくて、ほんの一部の記録しか復元できなかったんだ。これから見るものが最後の記録になるはず。
な。何しろここは泉州だし、あの英雄のことを知っている人たちを見つけられるかもしれねえからな。準備はいい？再生を始めるよ。始めてくれ、静寂。イゴールさん、あなたのスピーチを聞いて悲しさのあまり、私の共感モジュールに熱がこもりました。冷却剤でもこの熱は冷ませないでしょう。では、その陥落寸前の市場を取り戻すために軍隊を派遣してくれるのか、イブラヒムさん。申し訳ありませんが、それはできません。すべてのビジネスの決定は理性に基づいて行われる必要があります。あなたの故郷は資材物流部の業務範囲でわずか 0.005% の輸送力を占めているだけに過ぎません。さらに伝統事業部のリソース配分において、それはゼロに等しいほど小さな数字なのです。イブラヒムさん、あなたの言うゼロに等しいというのが俺の全てなんだ。先週同盟のラフに行って運試しをしてみるといいでしょう。彼らは聖典演武典礼を開催しています。先週人は仁義の志を掲げており、北条の民に侵略された星をいくつも助けてきました。もしかすると彼らが慈悲をかけてくれるかもしれません。ですが、忠告はしておきます。先週人の試合はただのサイバーボクシングとはわけが違います。あなたは私とのたった10分間の会話のためにすべての賞金と商品を断りました。ですから立ち去る時にはせめて私の心からの祝福を持っていってください。静寂、大丈夫か？何でもないの。ただ見終わったらなんか悲しくなって。これはもうずっと昔のことだ。そうだよ、悲しまないで静寂。これはただの歴史。歴史だからこそ余計に悲しく感じるんだよ。イゴールはどんなにわずかな可能性だったとしても、希望にすがって誰かが故郷を救ってくれることを願っていた。
言中に千秋同盟って名前が出てきた時、運気軍がヤリーロシックスの救援に駆けつけて、そこにいる人滅軍団を全て倒した後、人々は危機を乗り越えたなんて展開を願わずにはいられなかったよ。でもこの後の記録が復元されてなくても、私たち未来に生きる人たちは事実がそうならなかったことをよく知ってる。イゴールの最後の希望だった千秋同盟も、結局は彼の故郷を救わなかった。彼の努力は全て無駄に終わっちゃったんだ。いや、努力は無駄なんかじゃないぜ、静寂。イゴールはその後、ヤリーロシックスに戻って最前線で半物質レギオンと戦ったんだ。イゴール、そして彼のような大勢の人たちが自分の体でベロブルグという絶望的だった都市を損護したんだ。俺は今演武天霊のリングに立って、あの英雄のように自分の故郷のために拳を振るってる。これこそイゴールの努力が無駄じゃなかったって証拠だろ。700年前に亡くなった人たちがしたことだって決して無駄なんかじゃねえ。その通りだね。あなたが演武天霊の演武台でどれだけ輝いてるか、イゴールが見たらきっと誇りに思うよ。イゴールが演武天霊でどんな活躍をしたのか、それが分からなかったのは残念。書庫へ行って本を調べまくったんだ。700年は長いようで短いけど、ちょうど動乱の時期に当たるんだよね。第二次北条戦争の余波が収まらないうちに陰月の乱が起こったの。それと出場選手名簿も探してみたんだけど、欠けてる部分が多くて、イゴールの名前は見つけられなかったんだよね。大丈夫だ。昔の伝説が分からなくても、俺が新しい伝説を作ってやるからな。
演武天霊のリングで俺のこの拳がイゴールの物語を書き直してやる。見ててくれよな。うん、楽しみにしてるよ。期待してる。剣はこれで一段落ついたな。控室に戻って次の試合の準備をするか。聖ジャック、実はイゴールのこと忘れてるだけで知ってるんじゃ。そんなに年取ってないよ。自分の年齢を忘れてるだけかも。やめてよ。その二言で魔音の実だって疑われちゃうから。